それではこれより第5回 G1 サミットクロージングセッションを開始いたします G1 サミットボードメンバーの皆様のお名前をご紹介いたしますのでご登壇ください株式会社サキコーポレーション代表取締役社長秋山早紀江様鹿島建設株式会社取締役専務執行役員石川博様 食品株式会社代表取締役社長、井田潤一郎様、<laughs> 株式会社パークコーポレーション代表取締役、井上秀明様、セイノホールディングス株式会社代表取締役社長、田口義孝様、<laughs> 俳優、辰巳卓郎様。 株式会社星野リゾート代表取締役社長、星野義晴様 <laughs> そして堀よ人です、それではよろしくお願いいたします、はいえー、と第5回 G1 サミット、クロージングセッションを迎えることになりましたが、毎回のクロージングセッションは、そのボードメンバーの一言と皆さんという形で伝えていきたいと思いますが、秋山さん、振り返ってみていかがでしょうか、一言。 はい、えー、っと私、今回あのボードメンバーとしては初の参加になりました、あの実はとはいえ、ですね、あの今回このバッグをいただいて、第1回から皆勤賞で、しかもあの開会式から閉会式まではきちっと出席しているということです。であの そういう意味ではあの定点観測という観点から1回目からこの5回目まで5年間で何が起きたかということを私の目から見て一言コメントしたいと思います。あの堀さんが実はあの、まあ、友達の輪を広げようとで呼び招待する人は話しやすい付き合いやすい人がいいんだよってことを実は言,、まあ、<laughs> 言ってまして気を使わない人 であのその意味が5年を振り返ると非常によく,よく分かりました実は各セッションで、えー、Q&A の時間必ず設けられますけれども初回の時は本当にこうなかなか手が上がらなかったりあるいは恐る恐るの質問だったり意見だったりというのがです、ね、あの今回ご参加された方、えー、驚かれたかもしれませんけれども,もうとにかく手がバババッと上がりますし割合にこう切り込むような話も ズバズバ出てきますしそれはこの5年間を通じてその仲間として醸成してきた信頼感がベースにあるからこそできる深い議論ができるようになってきたとで、えー、折り返し支援の5年経って行動宣言まで出てきましたのでここから残りの5年はやはりその何か成果形になる結果を出していくフェーズに入っていったというふうに思っていますあのそういう意味でですね私去年までは、えー、グロービスの皆さん 星野リゾートの皆さん、アドバイザリーボードの皆さん、ありがとうございましたという気持ちだったんですが、今回は参加してくださった皆さん、どうもありがとうございました、皆さんのご参加によって、こういうものが形作られてきたということを今回、本当に実感しましたので、来年以降もぜひよろしくお願いいたします。えどうも皆さん、お疲れ様でした。 私がですね今回非常に印象に残った言葉は千住博士君の「ですね雪」っていうのはです、ね、試作をしそして物事を考える環境であるという話がありましたがまさにその環境にぴったりの今回その会場だったなという感じいたします。 あの堀さんの思想から行動へって話があるんですが今回、本当にあの、まあ、いろんな外部環境も差し迫っていることがありまして、まあ、いろいろありましたオリンピックもやらなきゃいけないそれから、えー、ティカットに関しても鑑定でやっていただくとかですねもう本当にあのすぐにやらなきゃいけないことたくさんありまして業務どうするんだろうかみたいな話もあるんですけれども一番印象に残りましたらは昨日夜です、ね、実は、えー、徳岡さんと並びましてですね、えー、米バーガーの話になったんですね。ね、えー、バーガーガもっととししくしなきゃ売れんだろうと でやっぱりあの行動っていうのはですねやっぱりそのこあのあれバーが一つ売ってですねそれをその他のマーケットでから買っていくっていうのが一つ大きな構造だと思いますので、えー、米バーが来年どういう味になっていてですねどれだけ売れてるかっていうのはすごく興味がありましてそれはまた一つこの G1 の勝利ではないかと思ってます以上です皆さんはいえ皆、ー、さん三日間お疲れ様でございましたあのこの G1 が非常に密度濃くなるのはやはりこの二泊三日 閉ざされた空間でしかも裸の地きいができると、まあこれは温泉ですね、あの次回は南の島で開催するという話もございますが、さらに裸の地きができると思います。あの私から一つ印象を言いますとあの、夜のセッションでねロート製薬の山田さんとお話をしたときに、山田さんが言ったんですね、とりあえずリングに上がらなきゃダメだめだと、ね、リングに上がる前につべこ言ってもしょうがないと、たとえそれが厳しいリングであっても上がっていくべきだという話をして、非常に印象的でした。来年 G1 サミットまでの1年間、皆さんと一緒にまたリングに上がりたいと思います。ありがとうございました。 あのさっきから見てたらやけに堀さん今日はあのポカリ飲んだり水飲んだり僕もガンガン飲んでますけれども本当にあの今まで堀さんとあの今朝起きたら僕昨日白いジーンズ入ったんですやっぱりあのワインでベロベロになってましたが堀さんと飲むといつもねあのタキシードベロベロとかあの僕今まで骨を何も折ったかな堀さんと殴ったりでやってきてえそういうつき合いしてますんで昨日も堀さんと飲みながらあの堀さんあのね 本当に今まで付き合ってきたけどこれは異常だとあの g 1に対するコミットの仕方は異常なんですよねなんでここまでこれやるんですかってボロっと聞いたら酔っ払って「いやね井上さんね俺あの子供にねやっぱいい日本を渡したいんだともうそれだけだよ」と。 言われてね、ああ、そうかな、やっぱり5人のパパだなと思いましたけれども、えー、本当に、えー、そういった意味で、なんか僕が今感じてますのは、なんか今なんかこう、高速道路みたいにこうできつつあるなと思うんですけれども、その先にやっぱり一般道がないとあの意味がないと思いますし、年に1回これ、集まるだけだと、本当、もったいないと思うんですね。 ですからあのなんかあの今まで僕もここに行くと勉強になったなと思ってたんですけれどもなんか勉強になるジワじゃなくてねやっぱこう使えるジワンあのジワンで使えるんだよと俺こう言ったことに行動に本当に移せたよっていう風になった時に本当に子供たちに日本渡せるんじゃないかなと思いますのでぜひ皆さんであの使えるジワというかあのなんかここを活用できるようにもっともっと本当になるといいかなと思ってますそのためにあの私も思ったんですけど皆さん多分いろんな会のお誘い多いと思うんですよね。 えー、JC じゃないですいろんなお差しあると思うんですけれども本当その限られた時間やっぱこれに向けるにはどれかはやっぱ断らなきゃいかんなと私もどれかちょっと二つ三つも今後断って、えー、これにコミットしてもっと動きたいなと思ってますけれどもそれともぜひ皆さんあのこれを使って、えー、行動につなげていければと思っておりますよろしくお願いしますありがとうございます2つ目さん、えー、来年は和のよそおいでという話がありましたけれども 一応来てまいりましたあのいいですよ、サムエていうのはねあの着物、浴衣もいいですけどサムエていうのはこれは僕は僕海外行っても大体、例えばパリでもフィレンツェでもあるいはあのワイキキでもゴールドコーストでもサムエで歩くというこれもずっと僕ね、ねもう十何年やってるんですけどねこういう本当にちょっとした行動だなとずっと思ってたんですけどねぜひまた本当あの皆さんも一緒にこういうことをやってほしいなと思います。来年は どこななのかな石垣島という噂もありますしどうなるかその辺はこれから決めますけれどもまた違ったあの会場で違った景色が見えてくれればいいなと思います一つだけあのやっぱりつ去年は、ね、僕半日しか入れなかったので非常に悔しくて今年はもう、うん、とにかくスケジュール全部開けてきましたけどやっぱり疲れる疲れるって本当にいい疲れだね <laughs> というあのアドレナリンもかなり本当に出まくって。 夜がまたた長くなったなっっとといやも前はね最初はだんだん減ってくるのね夜になってきらみんな疲れてね横かいさんのこと考えて今は何かどんどん何,何時今っていう感じでこの盛り上がりこのパワーやっぱりこれ本当にこの5年間続けてきた、あのー、ものだと思うしこの先どうなるのかなとかなりまた来るまでに体力を蓄えてちゃんと、あのー、体を鍛え,鍛えてこなくちゃいけないなとそういう感じがしておりますがとにかくあのー、本当 5年これから5年おそらくなんか日本は確実に変わるんじゃないかなという予感本当にしましたあの一緒に変えていきましょうえー、皆さん本当にありがとうございましたえー、景色を変えるというテーマで今回始まって 実は私はこの G1 で一番ありがたいことを享受しまして人生が豊かになりました一つは藤沢さんを中心にですねソーシャルビジネスのプラットフォームをやろうとここにいらっしゃる有ろな方々がキャピタルになっていただけるんでできるところからみんな協力するとものすごい力が出るぞということをやりまして本当にいろんなこそ志を持った方性能油という会社の中にいたら見えなかった方々がたくさんいらっしゃって あ日本のパワーっていうのはまたすごいぞということを実感をしましたそれは本当にありがたいことだというふうに思ってますもう一つはあのここでスポーツで井上さんと一緒に、えー、七ヶ浜で、えー、トライアスロンをしました、えー、そこで何,何百という遺体が上がったところでトライアスロンをするっていうのは私の中でも本当に遵純しましたしかしながらやってみた時にその地元の方々がよく来てくれたと来年もやってくれと来てくれと いうことを言われて涙が出るような思いがしましたすべて G1 が始まりでした、えー、そして G1 の一番重要なことは出会いです、えー、さっき辰巳さんからあったようにこのセッションが素晴らしいっていうのはあるんですけども風呂入ってても飲んでても喋る喋るもうすごいですね、えー、出会いがあってそこでいろんなあのインスパイアが起こってきます、えー、それは。 参加していただいている皆さんのおかげであります。これは誰でもないです。参加しているいらっしゃる皆さんが G1 を作っていただいういことで心から感謝をしております。来年またよろしくお願いします。どうもありがとうございました。えー、あの五年五箇所で開催させていただきまして、あの施設面サービス面を担当してきてるんですけども、あの G1 の成長の方が私の会社の成長よりも早いっていうことが。 実感してましててまだだんだん、あのーこうえー、在庫がき,つきた,きてきたっていうそんな状態です、えー、ただまあ堀さんと5年前にあの10年はということでコミットしてきてるので、えーまあ、ある新しいこ,うあのことをサービスとしてもどんどんトライしててあの失敗も多くてですね、えー、皆さんにもご迷惑をおかけしていると思うんですが、えー、もうあと5年、えー、なんとかトライできればっていうふうに思ってますので、えー、今後ともよろしくお願いいたします。 えっとであと会場から、えー、っとタメ為末さん、さん一言なんかあれば、僕は今回3回目なんですけど、第2回から参加させてもらってます、あの本当にスポーツの世界がいろいろ変えていきたいなっていうのを思ってまして、やっぱり G1 で僕も目覚めたところがあるので、ぜひこれで皆さん、あの特にリーダーの方で、多分大切なのは。 あの国民の目を目覚めさせることも大切な使命だと思うので、ぜひこれから先そういう行動につながっていけばいいなと思いまして、僕の役割はスポーツの担当をしてやっていきたいなと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございましあと今回藤原さんじゃ一言だけ。藤原さん一言お願いします。はい一言だけお願いします。ユースとそれから。 あのジュニアあり,がとうありがとうございます、はい、あの私の役割はそういういですね皆さんのお子さん、お孫さんの世代とそれから、えー、今の高校生ぐらい、中学生、高校生ですねあの、聞いていただいたと思います、中学生のですねあの素直な一言で、ごめんなさい、高校生のあの一言で、感動した方もいらっしゃったと思うんですが、あれあ、1時間半前には、たった1時間半前にはあんなにうまく言えなかったんです、つまりここにいらっしゃるスタッフががっとこう絡んでくれたから。 絡んでくれたらその掛け算でああいうあのエネルギーが出てるんですね。というようなことで今後ともですねジーマイユースそれからジュニアですね私担当していきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。<laughs> えー、ということであの第5回ジーマサミットを終わることになりますが。 えと僕は今回は本当大変だったなと、まあ、安倍総理のビデオメッセージから始まって、まあ、北島康介選手、まあ、古田さんもいらっしゃってますありがとうございますそれから小泉進次郎さんのリーダーアワードを含めてです、ね、相当な時間を使ってで一方では規模も220名強の方々が来ているとでご家族の方も来ていると何かあったらもういけないということがものすごいピリピリした状況で。 あのずっと来て最初の頃あんまり楽しめなかったんですもうとりあえずもうまけさ走り回りながらで皆さんわざわざ来てくれた方いらっしゃるかもお迎えに行ってそれからあのお見送りしてっていうことをずっとやり続けてきて昨日の晩ぐらいあこれはもう大丈夫だというふうに。<laughs> 切れたた瞬間からちちょっっと飲み始めゃもう楽しもうともう今はもう楽しむモードにやっと入ってきてるわけですが、まあ、そういった意味で本当にその皆さんのおかげでこれは成功したというふに思ってますしでそれからあとはその g 1の良さはこの道中もね変えるプロセスも楽しんでいただきたいと思ってますがなぜか g 1になると吹雪とかですね <laughs> で電車が止まってるとかまだ表面が止まってるわけですが、まあ、これが G1 らしさかなと思ってるその道中をですね雪を見ながら楽しんでいただけたらと思ってますで次回の G1 サミットに関しては今考えていてであの沖縄のモテか、えー、トマムか青森屋かという3つの候補がありますで日程は決まってますこれ日程皆さん手元にあると思うんですがこれあの書いてくれっていう話をしていて。 でこれを書くことによって、僕は虫の方にこれ押さえてくれって言えると思うんですが、あの希望アワード、これはもう G1 アワードみたいな形でやりたいと思ってますが、その6月10日、チャリティーディナーやれということと、星野リゾート、G1 ベンチャーの方、ベンチャーの方もぜひとも全員参加していただきたいと思いますが、7月18、19、それからあとは、あのアスカ会議、G1 グローバルですね、G1 グローバルが、これが、あのこれは英語100%英語でやります。で、今回はサミット100%日本語でやります。追訳入れないでやると。 であのそれはやっぱりコミュニティの中でその100%英語ということはその場のおけるレセプションも含めて英語でやろうと考えていますが100%英語の会がグロービスで行うとそれからあとはその大学院東京校で、まあ、G1 経営者会議ですねこれもやるとこれはエグゼクティブ向けでの、まあ、今回は伊庭さんも来てますがありがとうございますそういったその経営者会議の方々執行役以上の方が集まっている会ですそれからあとは来年3月の20日から23日これ3連休この日しか 今回この3月しかないのでこのタイミングで今考えていこうとあとアス会議を行うことを多く考えてますこれはスピーカーの方だけあお誘いをしますのでぜひとも受けていただけたらと思ってますがこういう形でやっていると でまあ、今回、スポンサーの方がすごい助かっていまして、じゃ G1 グローバル、これ本当、もうね、涙が出るほど赤字なんですね、僕経営者というか、赤字がすごくね、嫌なんですが、やっぱり海外からスピーカーをお招きすると、スポンサーがない、しかもこういった方、なかなかお金が集まらないということで、まあ、G1 グローバルが本当の赤字ですので、ぜひともスポンサーをしていただけたらと思っています。で、そういうことを通して、今年からは、やっと今までずっとその G1 サミ G1 は、 グロービスの中でやってきたわけですがそれも今後どうかなと思っているので、ねまあ、外部に出して、まあ、財団法人か NPO みたいな形で切り離そうと思ってますがそうするともう赤字がねもうすごく出てしまいますので皆さんいろんな形であのご協力いただきながらあの進めていきたいと思ってますがなるべくもっとそのその。 中立性の立場でやっててこうと今考えていますその中で皆さんにお礼をしたいのがまずはスポンサーですね、それアクセンチュアさんと住友不動産さん、ゴールドスポンサーありがとうございます。それからどうぞ <laughs> シルバースポンサーの経営競争基盤さん、ピムコジャパン、ボストンコンサルティンググループさんありがとうございます。<laughs> で、ブロンズスポンサーのアイスタイさん、アルさん、アルビオンさん、 エアビーブさん、エイティカーニーさん、近畿大学さん,さん、サイエンさん、シマテックさん、セーノホールディングさん、トナンジオアソシエイツさん、パークコーポレーションさん、セーコーショリゾートさん、それからマリーグループさん、マナハチホールディングさん、ライフネット生命さん、リクルート・ライフスタイルさん、レッドフォックスさん、ロート製薬さん、ありがとうございます。サポートスポンサーの東急ビッグ・ビッグ・ウィーク・ステーション、日本 GE 株式会社キャピタルさん、そして 個人共産の秋山ささささん、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 石川さん伊藤浜田さんありがとうございます。<laughs> そして VCube の皆さん今回今も配信してますが VCube さんにも大変そのお値段の交渉をさせていただきまして格安でやってますのでぜひ皆さんの会社でも VCube さんを使っていただいてウェブカンファレンスとかで行うには必ず VCube さんを使っていただけたらと思っています。ありがとうございます。 そして、えー、まずはですね、えー、星野さんありがとうございますもう皆さん星野さんのおかげで今回もうすべて貸し切りです貸し切りでしかもですねこれだけの VIP が来ると相当 SP がつきます でそういった場がありますので、星野さんには貸し切りということはその前後に断らなくちゃないですね。でそうすると、その数稼働率が相当落ちてくると思うんです、その間の間で。それからまた回復するのに結構時間かかると思いますので、星野さんありがとうございます。そしてスタッフの皆さん、星野さんのスタッフの皆さんありがとうございます。<laughs> えー、それから僕は感謝をしたいのは、えー、まず皆さんですね。 皆さんが来ていただいた方そしてボードメンバーの皆さん本当にありがとうございます皆さんのおかげで今回の第五回ジーマンサミットは成功しましたありがとうございます皆さんもでそしてあのボン勝手なあの理由で一番最後に感謝をしたいのがうちのグロービスのスタッフの皆さんで。 皆さんのおかげで本当今回の第5回 g マーサミットが成功したしもう手弁当で見て,ていただいてますのでもう本当献身的な形で非常にこう,うまくいきたと思います皆さんじゃあ盛大拍手お願いします。 今回回で実は第5回サミットがこれにて終わりますこれからランチのセッションがありますしまた帰りの中でおそらく同時いろんなセッションが行われることになると思いますが僕は今回その行動ということを相当意識していこうと思ってますし僕らがリーダーとしての自覚を持つということをやりたいと思ってますしあとは冒頭の,そのオープニングで申し上げたんですがみんなが持っている資源ってあると思うんですね。 経済界の方はお金があるのでぜひともそれをどんどんいい形で使っていただくとあるいは雇用を作るとかですねイノベーションを起こすとか政治家の方は権力を持ってるのでその権力を使って変えていくと。 でそれから、あるいは知識を持っている方は知恵を出していただくとかですね、そしてその知名度が高い方は影響力を発信していくと、あるいはフォロワーとかそういった形で大きい方はそういう形で変えていくと、で何をどういう形で変えるかはこの G1 サミットの場で議論してですねで、その中で大体コンセンサスを得ながら、その人たちがもうどんどん進めていく、同時多発的にさまざまな箇所で変えていくということでやりたいと思いますし、その際には頑張ってイニシアチブをやった人間が叩かれる可能性が高いんですね、でそれをみんなにささげ合う。 支え合っていきながら変えていくということをやりたいと思いますの、ね、でこれから5年間ですねあと10回までやりますのでその間にいい形でどんどん変えていきたいと思います皆さんどうもありがとうございましたあとネットで見ている方ありがとうございます。